本当にありがとうございます。なんか本当に、まあ、今年も、まあ、あんまり変わらへんと思いますけどね、あのポポンプグニャンラジオも、まあ、よろしくお願いしますということで、まあ、やっぱり年明け、まあ、一発目ということでですね、まあ、別に、そんなに大した話もしないんですけども、どないやねんと。まあでもやっぱりね、その佐賀県知事選の行方っていうのが、まあ去年からね、まあちょっと気になっててですね、まあこれが、まあ蔦屋で有名な武雄市の元武雄市長の日渡さんっていう方が、まあ自民公明推薦でですね、まあダントツで勝つだろうと、まあ思ってて、僕はあんまり、先月ぐらいまではあんまり注目してなかったんですけども、これがですね、自民党内で分裂選挙になっていると、まあ、これいろんないきさつがあるんですけど、まあまあ、簡単に言えばこの日渡さんっていうのを、決めたのが自民党本部、安倍政権の中央がですね、自民党中央が決めたと、まあ、そこに、佐賀県の地元の、佐賀自民がですね、反発して、独自候補の山口さんという方を、まあ、立てたと、まあ、っていうその背景があるんですよね。まあ、これもいろんないきさつっていうのがあって、まあ、衆院選からですね、地元の自民党が立てようとした財務官僚の候補がなんかいたらしいんですけども、それを比例の順位ね、が思いっきり下げられたと、31番目ぐらいですかね、まあ、当選不可能というか、まあ、そこから、そのいろんなごちゃごちゃがあったみたいで、ほんで今回、日渡さんを、上からですね、こいつを、勝たせろということで、押し付けられたと、まあ、そこに反発してるみたいですね、地元の自民党の人はね。ほんでさらに組織団体である県農政協ですかね、地元の農協なんでしょうか、県農政協議会というとこも反発してて、あと佐賀県有明海漁協ですか、まあ、そこも、反発して山口さんを推していると、まあ、これは単に、選挙だけじゃなくて、やっぱり TPP の問題ね、まあ、農業がですね、潰されると、まあ、漁業も危ないという、まあ、そういう危機感を感じているのか、どうかわからないんですけども、まあその TPP の反対というのもすごくあって、今回はですね、日渡さんじゃダメだということで、山口さんを、地元が推してて、佐賀の自民党もですね、真っ二つに割れてるっていうのが、今回の、佐賀知事選の背景であると。まあだから本当にそのどっちが勝つかわからないっていうことで、まあ自民党本部、中央はですね、本当にその必死になってて、ね、菅官房長官が28日に佐賀に来てですね、あと谷垣幹事長ですか、谷垣さんとか、まあ、稲田朋美ね、これもなんか大臣やってましたよね、まあ、それが佐賀に応援に来るみたいな話も出てて、本当にもう必死になってると、うん、それはなんでかというと、やっぱ選挙が危ないっていうことに、まあ、つながってると、ね、日渡さんの当選が危ないっていうことで、だから山口さんが必死に追い上げてて、今日の佐賀新聞にはですね、日渡さんが先行、してて、山口さんが急追してると、このっていう情勢調査が出たと、まあ、時事通信にも、昨日ですかね、日渡さんがリードしていると、まあ、でも今日の佐賀新聞で山口さんが急追ということで、まあ、急追というのは何かというと、5から10ポイント差ぐらいがあるだろうというね、そういうことなんですけども、まあ、ただこの佐賀新聞の、アンケートの回答率っていうのがものすごく悪いと、電話1万4000人してですね、回答が600人しかないっていうね、本当にその 0.04% ぐらいですか、まあ、それしか回答がしてないと、本当に信頼性が、どこまであるのかなというね、まあ、それはもちろん取材も加味しての、結果ですから、まあ、ただね、本当にその
他にも、島谷さんという方ね、これ共産党、社民党、もう支持してるんですけども、まあ、そこに加田由紀子さんも、なんか応援に来たりとかして、原発反対、オスプレイ反対ということで頑張ってらっしゃると、まあ、ここも結構、検討してるみたいで、小木氏と、どこでしたっけね、ちょっと忘れましたけども、他、木島郡っていうところですかね、まあ、そこでちょっと検討してるみたいと、まあ、あと伊佐貝さんっていう方が、まあ、出てるんですけども、まあ、この人はちょっと難しいなということらしいんですけども、山口さんにはですね、まあ、自民党の佐賀自民の人たち、まあ、半分ぐらいと、まあ、その農政協、漁協に加えてですね、まあ、さらに民主党のもう、連合もですね、支持に回っているということでね、まあ、これはね、最後の最後まで本当に分からへんなっていう選挙に、なってきてて、僕は面白いなと。まあ、どっち勝っても自民党やんかというね、まあ、声もあるんですけども、まあ、原発もオスプレイもですね、まあ、態度的には、そんな変わらへんと。ただ、やっぱ今回、オスプレイ反対、限界原発再稼働反対の島谷さんが出てて、この結構検討してると。まあ、そこがですね、日渡しさんの票を、結構食ってるんちゃうかなと。まあ、これは、僕は個人的に思ってるだけで、だから、日渡しさんの票が食われてる分ですね、まあ、組織票で、山口さんが、勝つ可能性もあるんちゃうかなっていうね、まあ、そんな気が、ね、僕はして最後の最後まで分からへんかなと、っていうのはこう佐賀っていうのは、衆院選では、1区2区あるんですけど、ね、2区あるんですけど、その1区で佐賀1区で、民主党の原口さんが逆転勝利したんですけど、その時も、情勢調査では、自民党がリードしてると、一歩リードしてて、原口が追うみたいなね、感じで、で最終盤になって原口さんが急追というのが佐賀新聞に出てたんですよね。だから最後の最後で、もう原口さん急追の状態で、まあ、これあかんかなと思ってたら、まあ、2000票差なんですけども、最後の最後で原口さんが勝ったと。っていうのがね、結構大きいと思うんですよね。まあだから、まあまあ、これもちょっと細かい話で言うと、2011年の佐賀知事選は、33万票で、古川さんというね、今、衆院選で、自民党に行って議員になりましたけども、まあ、この人が33万で勝ってると。まあ、今回、衆院選で佐賀県で自民党が取ったのは、19万票ですかね、1区2区合わせてね、で民主党が16万取ってると、16万8000票取ってると、で共産党が2万票ということで、だから自民党の19万票が割れて、その山口さんに割れ行ってですね、で民主党の16万票の一部がですね、山口さんに乗っかると、うん、本当に日渡しさんを抜いてしまう可能性も僕はあるんちゃうかなと、まあ、ギリギリでね。だから僕はね、まあ、最後の最後までわからないですし、まあ、一応日渡さんが勝つ可能性はあるとは思うんですけども、まあ、こんだけのその分裂選挙になったっていうことはですね、もし負けたら、安倍政権のダメージっていうのはあると。で、まあ、それが統一地方選にも影響してくるっていうことで、やっぱりね、自民党がかなり必死になると、安倍自民がね、っていうのもわかるなと。まあ、だから僕は、山口さん、に頑張ってほしいかなと、思うんですけどね。まあ、それも、まあ、変わらへんのですけども、まあ、原発再稼働も、その推進っていうかね、まあ、島谷さんにも頑張ってほしいと、島谷さんは原発反対、オスプレイ反対と、明確に言ってらっしゃるんで、まあ、そこで頑張って、日渡しさんの票を削ってもらったらですね、まあ、いいんじゃないかなと、まあ、これも安倍政権のダメージにつながっていきますからね。いや、僕は日渡しさんって人気あんのかなと思ったら、そんなないなと。
蔦屋とかね、あの図書館でですね、あどういう経緯で蔦屋に決まったのかなっていうね、僕もいろいろ疑問なとこあるんですけども、まあ選挙期間中なんで、あれなんですけど、まあ、そんなないなと、日渡さんも。だから本当に山口さんが抜けばですね、本当に、もの、今年一発目のね、11日ですか、投開票日が本当に面白い選挙になるかなと思うんで、まあ、投票にね、佐賀県民の方はぜひ投票に行っていただきたいなと、うん、思いますね。35% がまだ、どこに入れるか決めてないということですから、まあ、今後、大いに変わってくる可能性もあると僕は思いますね。この情勢調査では、逆転してもおかしくないなと、急追っていうことですから、というふうに思いましたということで、ポポンポプグニャン。